こんにちは、ボートクラブの茂木です。こんにちは、河野です。今回はボートクラブ5月号の内容を紹介していきたいと思います。はい、ボートクラブ5月号の特集は 6W1P の美味しい生活。 6W っていうのは4ホイールと2ホイール、つまり車とバイクのホイールの W ですね。それとプロペラの P で 4W プラス 1P なんですけど、ボートだけじゃなくて車やバイクを楽しんでる人にフォーカスを当てた特集となっております。かなり趣味性の高い特集なんですけど、取材させてもらった4人のボーターの皆さんは本当に楽しそうに、6W1P の生活を楽しんでらっしゃいました。乗り物好き必見の記事となっております。はい、さらにですね、ずっと乗り物を描き続けてきた、絵描きの坊さんに、素敵な絵とともにインタビューを載せてみまして、あとはですね、自動車評論家の国沢光弘さんのコラムも掲載してますのでお見逃しなく。はい、連載はその他、最新のハイドロフォイル艇をまとめた記事とか、新しいホンダ BF150 の記事、その他、娘さんとワカサギ釣りを楽しんだ釣りガールのミッチーさんなど内容たっぷりとなっております。そしてですね、毎年恒例の年間版のマリングッズカタログはもちろんのこと、発行前点検のチェックシートというのが2つつきますので、そちらもボーティングにお役立てください。はい、読者プレゼントはトップウォータータックルさんからタイマーセンサー式ビルジポンプ、ニュージャパンヨットさんからはハッチ用ブラインドカーテンをご提供いただきました。こちらですね。はい、それではボートクラブ5月号もよろしくお願いします。お願いします。